医学では、プロテオパチーは、特定のタンパク質が構造的に異常になり、体の細胞、組織、臓器の機能を破壊する疾患のクラスを指す。多くの場合、タンパク質は正常な構成にフォールディングできない。このミスフォールディング状態では、タンパク質は何らかの方法で毒性になるか、または通常の機能を失う可能性がある。 プロテオパチータンパク質構造障害、またはタンパク質のミスフォールディング疾患として知られているは、クロイツフェルトヤコブ病や他のプリオン病、アルツハイマー病、パーキンソン病、アミロイドーシス、多系統萎縮症、および他の疾患の広い範囲が含まれている。プロテオパチーという用語は、最初にラリー・ウォーカーとハリー・レヴィンによって2000年に提案された。プロテオパチーの概念は、 その起源を19世紀半ばまで遡ることができ、1854年、ルドルフ・ウィール表は、アミロイドという用語を作り、セルロースに似た化学反応を示す大脳アミロイド固定の物質を説明した。1859年、フリード・ライヒとケクレは、アミロイドがセルロースからなるのではなく、実際には、タンパク質を豊富に含んでいることを示した。その後の研究では、 多くの異なるタンパク質がアミロイドを形成し、それらは、混合レッド染色後の変更顕微鏡観察時の交差変更下での複屈折性や、電子顕微鏡で観察されるフィブリル状の長微細構造という共通点を持っていることが示されている。しかし、いくつかのタンパク質性病変は、複屈折を書き、アルツハイマー病患者の脳内にアミロイド β タンパク質が 肥満性に沈着しているような古典的なアミロイド繊維をほとんど含まないか、または全く含まない。さらに、リカン臓器の細胞に毒性があるのは、オリゴマーとして知られている小さな非フィブリル性タンパク質の強臭体であり、フィブリル性形態のアミロイドハラ性タンパク質は比較的良性である可能性があるという証拠が明らかになった。 肝臓の切片にあるアミロイドの顕微鏡写真。混合レッド染料で染色し、交差変更フィルターで観察されたため、典型的なオレンジがかった緑色の複屈折を示している。20倍顕微鏡体物レンズ。スケールバーは100ミクロン。ほとんどの場合、すべてのプロテオパチーではないにしても、三次元ホールディングの変化により、特定のタンパク質がそれ。 自体に結合する傾向が高まる。この凝集形態では、タンパク質は除去に対する抵抗性があり、影響を受ける臓器の正常な能力を妨害する可能性がある。場合によっては、タンパク質のミスフォールディングにより、通常の機能が失われる。例えば、脳放性繊維症は、脳放性繊維症膜貫通調節因子タンパク質の血管によって引き起こされ、 筋縮性側索効果症、前頭側頭葉変性症では、特定の遺伝子調節タンパク質が細胞室内で不適切に凝集し、核内での通常の役割を実行できない。タンパク質はポリペプチド骨格として知られる共通の構造的特徴を共有しているため、すべてのタンパク質はある状況下でミスホールドされる可能性がある。しかし、 おそらく脆弱なタンパク質の構造的得意性のために比較的少数のタンパク質のみがタンパク質変性疾患に関連している。例えば通常はアンフォールドされているかまたはモノマーとして比較的不安定なタンパク質は異常なコンフォーメーションにミスフォールドする可能性が高くなる。ほぼ全ての場合において疾患を引き起こす分子構成には タンパク質の βc と二次構造の増加を伴う。いくつかのプロテオパチーにおける異常なタンパク質は複数の三次元形状に折りたたまれることが示されている。これらの変性タンパク質構造は、それらの異なる病原性、生、科学的及びコンフォメーション特性によって定義される。これらはプリオン病に関して、 最も徹底的に研究されており、タンパク質株と呼ばれている。シヌクレイのパチーであるレビー固定症患者の大脳皮質における、レビー固定とレビー神経突起の免疫染色された、アルファシヌクレインの顕微鏡写真。40倍顕微鏡体物レンズ。プロテオパチーが発症する可能性は、タンパク質の自己組織化を促進する特定の危険因子によって増加する。 これらは、タンパク質の一時アミノ酸配列の不安定化変化、翻訳ご就職、温度や pH の変化、タンパク質の生産量の増加、または、その除去の減少が含まれている。過励は、外傷性の損傷症と同様に、強い危険因子である。老化した脳では、複数のプロテオパチーが頂上する、可能性がある。例えば、タウオパチーとエーベータアミロイドーシスに加えて、 多くのアルツハイマー病患者は脳内に死ぬくれのパチーを併発している。シャペロンやコシャペロンが加齢やタンパク質ミスフォールディング病においてタンパク質の毒性に拮抗しタンパク質向上性を維持しているのではないかという仮説が立てられている。いくつかのタンパク質は疾患を引き起こすコンフォメーションに折りたたまれた同じタンパク質への曝露によって 異常な集合体を形成するように誘導でき、これは、シ種、または、許容テンプレート化と呼ばれるプロセスである。このようにして、罹患したドナーから、罹患組織抽出物を導入することにより、液罹患性宿主に疾患状態を引き起こすことができる。そのような誘導性プロテオパチーの、最もよく知られている形態は、プリオン病であり、これは、 疾患を引き起こすコンフォーメーションの生成プリオンタンパク質に宿主生物を暴露することによって感染する可能性がある。現在、Aβ アミロイドーシス、アミロイド A アミロイドーシス、およびアポリポプロティン A、2アミロイドーシス、タウオパチー、シヌクレーノパチー、およびスーパーオキシドジスムターゼマイナス1、ポリグルタミン、およびタール DNA 結合タンパクマイナス 43? の凝集を含む他のプロテオパチーが同様のメカニズムによって誘発されるという証拠がある。これらの例のすべてにおいて、タンパク質の異常な形態自体が病原体であるように見える。場合によっては、あるタイプのタンパク質の沈着は、おそらくタンパク質分子の構造的相補性のために、ベータシート構造に富む他のタンパク質の集合体によって実験的に誘発されることがある。 例えば、AA アミロイドーシスは、キヌ、酵母アミロイドサップ35、大腸菌由来のカーリー繊維などの多様な高分子によってマウスで刺激される。さらに、アポリッポプロテイン A、2アミロイドは、ベータシートを豊富に含む様々なアミロイド原繊維によってマウスで誘発され、脳、タウオパチ E は、凝集した Aβ を豊富に含む脳抽出物によって誘導される。 また、プリオンタンパク質と Aβ との交雑波種の実験的証拠もある。一般に、このような一種波種は同じタンパク質の破損した形態による波種よりも効率が悪い。リンク先は、英語版サイト。多くのプロテオパチーのための効果的な治療法の開発は挑戦的である。プロテオパチーは、多くの場合、 異なる原因から生じる異なるタンパク質が関与しているため、治療戦略は、それぞれの疾患に合わせてカスタマイズする必要がある。しかし、一般的な治療法としては、罹患した臓器の機能を維持し、疾患の原因となるタンパク質の形成を減少させ、タンパク質のミスホールディング及び、または、凝集を防止し、またはそれらの除去の促進が含まれる。例えば、 アルツハイマー病では、疾患関連タンパク質 Aβ を親タンパク質から有利させる酵素を阻害することにより、疾患関連タンパク質 Aβ の酸性を減らす方法が研究されている。別の戦略は、抗体を用いて、能動的、または受動的な免疫化によって、特定のタンパク質を中和することである。いくつかのプロテオパチーでは、 タンパク質オリゴマーの毒性作用を阻害することが有益な場合がある。アミロイド A アミロイドーシスは、血中のタンパク質の量を増加させる、炎症状態を治療することによって減少できる。免疫グロブリン系サアミロイドーシスでは、化学療法により、様々な体の臓器でアミロイドを形成する、計サタンパク質を作る血球の数を減らすことができる。トランスサイルチンアミロイドーシスは、 ミスホールドされた TTR が複数の臓器に沈着することに起因する。TTR は主に肝臓で産生されるため TTR アミロイドーシスは一部の遺伝性症例では肝移植により進行を遅らせられる可能性がある。TTR アミロイドーシスはまたタンパク質の正常な集合体を安定化させることによって治療できる。安定化により 個々の TTR 分子が逃げたり、ミスフォールディングしたり、アミロイドに凝集するのを防ぐことができる。プロテオパチーのための他のいくつかの治療戦略が研究されているが、これには低分子及び低分子干渉 RNA、アンチセンスオリゴヌクレオチド、ペプチド、及び人工免疫細胞などの生物学的医薬品が含まれる。場合によっては、 複数の治療薬を組み合わせて効果を高めることもある。ありがとうございます。